第35期豊泉越リーグ司会実況の広瀬達也です。解説は広柴田が務めます。柴田さんよろしくお願いします。はい、お願いします。対局の準備ができているようです。第35期豊泉越リーグ第8節 B 卓3回戦東杯の開始です。第35期豊泉越リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。3回戦はチーチャからアラ、ナンチャ古橋、シャーチャ二階堂秋、ペーチャ山田の並び、トンの一曲ドラは言いそうです。柴田さん、恐れていた古橋がちょっと、うん、失速といったようなイメージでちょっとマイナスポイントを加算でしまっていますが、そうです、どうでしょうか、この3回戦この見どころとしましては。1ポイントでもプラスに回ることを意識するかな、うん、はい、もう今トータルでいうと50超えてしまっている、うん、だから今日のマイナスをこれ以上増やさない、例えば、はい、まあ、40でもいいですから ね、はい、ね、はい、マイナスを少しでも、うん、だから一発で決めようとしないでね、はい、今日は40マイナスにしとこうみたいな、ここ、まあ、この半チャンと、まあ、次の4回戦がこらえどころの一つと言ってもいいかもしれませんね。一番ストレス溜まるやつですね、我慢する。うん、対してこう、あ、秋はまたここまで30ほどプラスして、そうなんですよ、ね、改めてまた100ポイントを超えてきてるの、うん、ちょっとまだこう かけてますか、うん、ほんのわずか200ポイントに届いてない状況ではありますが、昇級戦線に再び戻ってきたと、名乗りを上げたと、上げたと、はい、さあ手配の方ですが、こちらアラ、そして古橋、ドラは一層、これがまだ誰の手にもない。チーピンを引いてトーンを打つ、うん、ドラの一層です。アラはちょっとまだ手形厳しいか、古橋くんの、うん、これはいや、僕はね、うん、で、あの切った方が良さそう。イーソードでしょ。イーソーとはいえ、イーソー切っても、うん、あのペン三蔵じゃない。はい。だからちょっとずつ返済しますって、うん、いう風な方がいいと思うけどな。ピンフでも構いませんぐらいの。うん、これでもリアンピンとかになるんでしょ、だって。リアンソーの顔は立てないとまずいですからね。うん、スーマンとリアンソーを残した形。くっつきのイーシャンテンです。まあ、この時のイーソー引きがさほど嬉しくないっていうことですよね、要は、ね、うん、まあ、6球満もかなり切れてはいる状況ではありましたか、うん、9満が3枚切れてはいました。それがまあ7万の理由なのかもしれないし、はい、リーチの手は、まあ、3万引きだけかな、うん、まあ、うん、3万引きだけ、2万引きはいかないな、太陽イペコ、うん、さあスースを引いたらこれでイーシャンテントンを打ち出す、フラッシャー、おー、これはリーチなのかな、これはリアンソー切りがしっかりと生きた、うん、ズモ三層イースー層の先制リーチです。リアンソーの顔は立ってたと、うん、このイーソーがありますからね、山に2枚ある、うん、スースソーもありますよ、5枚山、これ相当スラッシュにとってここのこのイース上がれるか上がれないか大きいと思うんですよね。うん、これが空振るようだとちょっと精神的にもきますよね。そうですね、うん、もうでもまあ言ってもマイナスまだトータル50か、はい、うん、55、うん、でも残りのね、今日入れて残りの4節考えるとね、うん、やっぱここで50マイナスしちゃうのはちょっと苦しいな。いや、本人のもうなんて言うんでしょうか、こう気持ちを考えたらもうとてもじゃないっていう状況だと思うんですよ ね、 そうですね、本当はまだ50だって思えるかもしれないんですけど、うんうん、いやまずいなっていう気持ちあると思いますよ、ね、汗かいててもおかしくないよね、うん、冬なのに寒い、冬は寒いんですよ、冬なのに暑い、あ、積もられましたね、数層の積も上がり、ここは連想の腰が生きた格好、リーチスもタンヤオピンフ、1300-2600のツモ上がりでまずは古橋が好発進、まあ、ここまで1戦目2戦目ちょっと立ち上がりから厳しかったですからね、うん、ほらお釣り間違えて動揺してますよさあ
ちょっと微笑ましい一面が映ってますが、うん、選手は必死にやってます。もちろんです、はい、なんなら40負けてます今日、はい、さあ、トンの2曲と変わります。親変わって古橋、この親勝負ですね。せっかくねこの5200を生かした攻めをしたいですね。うん、ただ宝珠は嫌がるだろうな、こんだけ負けちゃうと嫌がる、ね、嫌がる。おいいですね、ドラメンツ、あこれはかなりいい、うん、チャンス。秋葉チュンが統一、こちらが山田、またしてもちゃんと経過、第1弾につ、重なったチースを切っていった。原は初が統一、いや古橋これは6000オールまであるか、一気通貫見えてきたぞ。古橋さんファンは、はい、ここがここが大事です。大事ですね。うん、まあ老僧とか引くと嬉しいんでしょうけどね、あのシャンポン系どうにかならないのかな。どうにかしましょうよ。どうにかしますか。はい、まあ両ピンはちょっと不安ですが、3万はすぐ両面変化しそうですし、これもこれはウーピンかトンなんだけど、トントン目いっぱい数字でね、やっぱね、はい、麻雀はね、まあ勝負手ですからね、うん、ちょっとほんの少しのミスもしたくない。うわどっち、おー、つもぎり、つもぎり、なるほど。リャンピンよりもウーピンの方が良さそうですか。うん、それは、うん、横に伸ばす、もう完全に横に伸ばそうっていうほど、プラス思考ではもうないってことですよね。うん、でこのウーピンを長く持ってるのもちょっと嫌だからリャンゾン残したのか、うんうん、わかんないですよ、はい、手厚く構えたら今リャンゾン残したんですけど、それはちょっと本人にねどういう風意味合いで切ったのか、うん、シンプルにリャンソーの方がまだ持ちやすいと感じたか、 ね、それとも手広さを取ってリャンソーを残したかはちょっとまだ計り知れない部分はあると、うん、そう、あウーピンを一巡で持っていたくないっていう心理、うん、はい、ね、でもツモがね伸びないから、原さんも9万1枚外してからの本一なのかな。そうですね、ローソーもまだ残してます ね、 すね、うん、ドラがウーソー、秋は123、あるいはドラ引きを狙っているか。そうですよね、本一狙ってるんですもんね原さんね、あれね、明らかに ね、 ですね、まあ、ローソーはあれですか、ドラ引きに、うん、ですけど、ヒロさんはちょっと我慢してる感じですか。さあどうだ、いや全然引かないな、うん、で安牌シャアはでも1枚切りだから一応残したと。重なりいいシャンテンではある、123の含みはまだ残す、両層が場に2枚切れ、山田はちょっと手が進まない、うん、受けですね、まあ、進めてないという言い方もできるかもしれない、うん、何も引かない、チートイツが正解、チートにはできんか、うどら、ちょっと逆に重くなったかもしれない、うん、いきますか、じゃあどういうことですか、経点発信しますか、経点って、まあや単八尾が一応可能性としては、はい、両面2つに変えた、ションパイのチュンの統一落としは秋、ペーチャー誰ですか、ペーチャー原さんか、この辺りからいきますか、手が伸ばない、伸びなければ絞りもきつくなってきそうですけどね、両ピンは1枚か、ピンはポンあるかもしれないですね、おいいシャンテン、
おっとこれでイシャンテン。どうすんの？ドラは打ちすぎですか？いやドラ打ちもありますよ。おお。ドラ打ち。イシャンテンです。ただ老僧が山には残ってないが荒から出る可能性があるんですよね。もう一通で上がるってことですか？なるほど、まあ、手広さを取ったと言えるかもしれない、うん、あ、ローソー、そうよね。何、イースピン裏筋なんですよね。数ピンぐらい行きますか？いやもう何も行かないかもしれない。ただ何も行かないって言っても行く範囲がない。数ピン古橋に向けて切りましたね。どうなんだとローソーチーするのか。こうなっちゃうとローソー、まあでもチーか、チーもう順目が深いですもんね。もう全部チーで、チーソーでもなくような気がしますけど、テンパイですね。2万とハツ、ハツが1枚ある、リャンマーはない。ローソー打った、これはチーですね。不思議なチーだよね、まあ、これは今から出るマンズの関連であることはもう間違いなさそうな。ドラより1万の方が大事だったのってことでしょ。そうですね。しかも使えるドラですからね、うん、5-5 で。つまりどういうことですか？厚く構えてる可能性があるってやっぱりこういう形ですか？うん、2-2-1とか、はい、1-3-3とか両面で厚く構え、まあ1ですもんね。アラさんから見たら3万ですか？うん、3万シャンプーの方向に見えますか？はい、ここはそのまま。バラのハツが1枚ありますよね。秋がチーテンだ。チョンは？これは自身で1枚切ってて、山田も1枚切ってますね。うん、絞ったことによってみんなに遅れを取りましたね。遅れを取りましたね。イーピンイーピンあたりからですか、受け思考は。行くしかないもんね、フラッシュさんは。そうですね、やめるかな。7、怖いい、じゃあ何点かって話で。でも原さんが怖いよね。そうそう、いや初ありますよ。入って、はい、チュンチュン、チュンはユキさんからね。いや古橋ここはドラ打ちから意地のテンパイ。古橋、荒の2人転敗で流局となりました。まあ一局粘れたの大きいですね、古橋さんね。そうですね、うん、親の連チャンに成功です。荒さんがね、形になってくれなきゃローソーも出ない牌ですけど、はい、形になっちゃったんで。佐藤の肉一本、バドラはローピンです。両面ターツはありますがちょっと言い問いづらい。続いて秋、これもそんなに良くないか。カンチャンターツが目立つ。山田、そしてアラ。今局は4社ともあまりいいとは言えないハイパイです。村橋、うん、君がねさらに加点できれば絶対加点したいですもんね、うん、でも失点したくないっていう気持ちもあるから、うん、難しいよね。失点してもいいから加点したいって人はやっぱり、はい、ね、相手もやりづらいけど、失点したくないけど加点したいって人はちょっと、打ってる牌読みやすくなっちゃうからね、うん、でもしょうがないよね。そうですね、うん、そういう位置なんで、うん、さあ、リャンソーがあんこになったアラです。フラッシュはタンヤオ系の手配、うん、この白1枚がなんかそれを物語ってるように見えますけどね。その宝珠もしたくないけどっていう、うん、まあ、安全牌ですもんね、うん、今のも、まあ、少しややではありますが自分の手を狭めて、うん、1枚持って形を作りたいっていうのは、うん、
ここもこれはでもペンチャンか、うん、まあ単野がつくのでここは打点も見た位置だか、うん、でもチーピンのロスは、はい、まあ、ペイの安全の引き換えでしょうね、うん、おドラドラこうなると嵐だけもあるか、いやこれ恨めた、うん、なんかかける言葉ありますか、どういうことですか、フラッシュ君にチーピンペイをペイ、はい、白か白一枚持っちゃって一メンツ失敗する、うん、気持ちはわかるよね、うん、そうですね、でも白切ってほしかったな、うん、手配の安定はしそうですが、うん、まあ、もちろん上がりこれが理由で上がり逃してしまうケースもあるわけですよね、うんうん、あらチーピンのポンはあしましたね、お単野に向かう、これでいいシャンテン、でもちょっと逆に苦しくなったように見える、差し子か、あ、まあ、差し子の可能性もあるからね、うわここは目いっぱいいった、打点力だけは落とせない、そう、ね、リャンピンがんこになる、お頭なくした、ほうほうほう、秋も安牌をちょっと1枚確保しておこうという構えか、あチーピンもないですもん、あチーピン4枚見えてるんだ、うん、そっかそっか、だからドラも切らない意味で1回数ピンからってことですか、カウンピンはもう決めようという意思でしたか、う、ね、うん、これでいいじゃんてん、ジャンゾーじゃ、あなんか、うん、この形、うん、早く形を決めてしまいたい、パーソーポンでテンパイはカンウーソー、タンヤオドラドラ、ウーソーは現状山に残り1枚、あ、失礼、山には残っていない、カンウーソーは山にゼロ、変化待ちですか、ローピン引きの変化がありますね、うん、強烈な変化になります、あら選択が来た、うん、スーピン打ちやすいか、ドラローピンですね、うん、じゃあ3万か数ピンかの選択ですか、さあここはどう打つか、うん、3万が良さそうだな、3万としました、うん、まあ、手広さも取って差し子は見切ったと、おドラこれで秋一気に勝負が立ちですね、両面と3面ちゃん、うん、あとは順目との折り合い、今数ピンポンテン取らなかったですね、取んなかったです ね、確かに、うん、こちらですね、サブローソのポンテンが入る場面でしたが1500はいらないと、うん、あれ、うわ積もってた、積もってた、まあ、結果論ですからね、そうですね、秋は勝負いきます、フラッシュは見えましたねこれスーピンと3層が積もってたかって、はい、俺はそれをやってないと、そんな意思でスーピンは見送った、さあ来た闇天、たった今通った3層、この順目のそれはなかなかね盲点になるだろうと、盲点にならない、はい、ならないならない、この順目の一順前のこういう牌は手出しがあったらもうそれでダメと、うん、うん、秋も転敗しない、三層はいるんですか、三層は一枚か、一枚いますね、三三ずつ引くと危ないのか、そうです ね、もう止まらない、止まらないというか、うん、テンパイをキープするためには切らないとならない、配定はアラさん、配定はアラさんじゃないですね、じゃない、はい、アキさんです、アキさん、はい、アキさん三層危ないね、うん、自分で切ってるからね、自分で切ってる時はちょっと盲点になりやすい、あれテンパイ、テンパイだ、行くか行かないか、行きやすいかな、行きにくいか、でも通ってない筋なんだよね、手堅く5万を打つか、はい、あ3万の方がいいのかな、ヒロさん見なかったら、それとも7万でも5万はワンチャンスか、
5万を古橋くんが持ってれば7万はアラサに通るか。ただ古橋には危ないってことですね、そしたら、うん、そこできてる7万いくでしょ、はい、古橋、秋、荒の3人転廃で流局となりました。古橋、親尾、連チャン、粘ります。粘りましたね、はい。まあ、数ピンポン点取らずという一局ではありました。できれば僕はペンチーピンも捕まえてほしかったかな。うん、うん、2枚切りの白持ちはちょっとこの親で弱気かな、あの順目で、うんうんうん。さあ、古橋マンズで一メンツできている。いいですね。頭候補は見ない。こちらは秋ドラメンツが完成。いやー、山田ちょっと手悪いですね。多分今日、はい、あのノーテンバップの支払いが山田さん相当多いんじゃないですか。多いです ね、はい。なんか嫌ですよね、そういう日ってね。うん、ちょっとこれも手にならなそうですね。別にノーテンバップ欲しくて麻雀してるわけではないんですけど、なんか払いすぎも良くないですもん ね、 ですよね。じわじわ効いてきますもんね。回戦で、でも山田さん、そっか、負け狙い勝負だから、そうかもしれない、ポイントかもしれないですね。この1回戦の序盤見るか、まあ、序盤から中盤ぐらいではちょっと引きがいつもよりは早いのかなっていうような印象もありましたが、うんうん、だからもしかしたらこの今現状 A2 で、はい、まあ、ビサながら周囲を走ってるプレッシャーがあるのかもしれない、うんうん。もちろん普通に何かめちゃくちゃなことやってるわけでもないし、行き過ぎでもないし、守りすぎでもないんですけど、まあ手がついてきてないっていうのが一番大きいとは思うんですけど、もうちょっとあの無理な攻めが多かったような気がする。まあ確かにそうですね、普段は無理な攻めを、そう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 、そういうのはちょっとやりづらくなってるのかもしれない。さあ、古橋は親番ピンフのイーシャンテン、こちらは秋、山田マンズのホイツに向かっている。でも突然面本とか入ると罠に見えちゃうかも、うん、ですよね。なんか捕まりやすくなるじゃない、面本入ると相手に、相手の高打点にも、うん、街を違う色で取られますしね、うん、大概。さあ、荒がイーシャンテン、これは、おお、え、なんでなんだろう、なんでなんでなんで、嘘つむぎりましたね。うん、いいピンあたりかなとも思いましたが、うん、リャンピンは一応2枚切れ、はい、貫通層の方がよく見えたけど、気のせい、うん、そのあたりはぜひ柴田プロの見解をお聞かせいただければと思います。貫通層の方がね、はい、ちょっと良さそうに見えるよね、ピンズが、うん、あ、そう、関数、相図が安くて、で受け入れもそんなに変わらないでしょ、うん、お、闇点、闇点、ピンフドライチ闇点、リャンウマンともに1枚ずつ、これですね、うん、受け思考か、うん、いいピンで起こしたかったんですかね、うん、親の現物の、そうか、カンちゃんだからってことですか。テンパイかな、テンパイですね、うん、ウッパーソー対リャンウーマン、もういってほしい、一回闇線で上がるってことですか。うん、難しいな、リャンウーマン薄いんですよね、3枚切れで1人マンズがいるってことですもんね。そうですね、うん、じゃあなおさらリーチっていうのもありますけどね、
ポロッとこぼれる可能性もちょっと少ないかもしれないし、少なくてどちらかというとその山田さん以外の二階堂さんと荒さんは結構守ってくれそうじゃないですか、親、はい、でリーチ行けば、うん、はい、この荒にずっと押されてしまうと、うん、こうなあれ暗装か、あただウーソー2枚ゲレ、乱走ションパイ、うわ、うん、でもパーソン統一ですからね、さすがもあるし、乱走、あ、うわこれはちょっと痛い、報酬になった、いやちょっと首を一つひねる、ションパイでしたね、乱走、まあ、ウッパーソー自身から4枚目でパーソー2枚使ってるから、もちろん両面待ちにはウッパーソーの方が危なくは感じるんでしょうが、いやーこれで痛恨の親落ち。ただあのリャンゾー打って相手にポンされて裁かれちゃうのが嫌だったっていうのが多分第一の、それあるんですよね、リャンゾーポンって言われて、いやー嘘切ればよかったってやつありますもんね。そうですよね、はい、だから相手のシャンテンスをちょっと見誤ったのかもしれない。さあトンの3曲、親は変わって秋、ドラはローソー、ダブトンが統一、マンズで両面ターツが2つほど、ピンズでもメンツができている、このこれはかなり良さそう。続いて山田、また悪いな、あらいいぞ、クラッシャーマンズで1メンツ、トンも初も統一ですが、まあ、ダブトンは泣くかなと思いますが、初はどうですかね、うん、泣きたい、うん、いや泣かないのがいいんでしょうけど、どうするのかな、でも1500だもんね。そうですね、まあトン泣いても2級、まあもちろん初が反抗になったりすればこうだって見えますが、うんね、2級上がりたくてダブトン泣くわけでもないだろうしね。そうですよね、うん、うわ、三色のつ、はい、この三層残しが気持ちの余裕ですよね。うん、打ててるなってやつですかね。打ててるなっていう、うん、この三層でローになっても多分そんなに痛くないんですよね、きっと。そうなんですよね、はい、これで目いっぱいか、うん、これで初はポンテンですかね。77ですもんね、大きいですよ。金譜のいいシャンテンですね。ウッパーマン引いたら、ああなんでこれ、ウッパーマンじゃないですか、つむぎりか、あ4なんだ、3の方がねいいんですか、ウッパーマンのほら裏筋がね、はい、消えるなく、もろに残んなくなるから、初がアンコになった時など、うん、ポンでもね、はい、4できると3-3できる、4-4できるとウーパーマンはちょっと危なく見えるけど、3-3できると、うん、あのウーパーマンと数値マンの可能性が残りますからね、はい、なんていうの、3の方が後々切りやすいとかもあったりしますかね。ああなるほど、ジャンマンパーマンだった時に引いた時に、はい、じわじわと形はまとまってきている、うん、こういうのすごい聞きたいんだけど、こういうの細かすぎて覚えてなくて聞けなくてパターンが多すぎない、どれですか今、44と33の違いって何ですかって実はすごい聞きたいの、うん、もう本人もちょっと気にならないぐらいの曲になっちゃうかもしれませんからね、うん、昔友武さんに聞いたのそれを、はい、たらたまたま聞くやれて、はい、どっちでもいいよって言われた山田がドラのローソーポンですね、大雑把だなと。そうですね、すごい僕はまだ新人の時ね、はいはい、うん、このそんな大雑把なのに強いんだっていう感じですね。めちゃくちゃ強いじゃないですか当時もうえらい強いから。これ山田が転敗すると初が打たれるんですが、そのタイミングで秋がポンテンなのかまたはロンなのかまたいろいろ絡んできそうですが、原さん崩しましたね、やめましたか山田のドラポン、リャンピンとパーマンでポン打てないよね、こうなりますか、あ
この初がこれでウッパーマンですね、7700の天敗、まあ、この時に33の方がちょっと、うん、そうですね。でもこの44がどう見えるかちょっと44どんなパターン、カンチーマンとかに見えるパターンもあるよね、うん、そうですね。もちろん3が統一のこういうパターンもあるし、逆にウッパーマンの方がこれでちょっと分かりづらくなったっていうか、うん、難しい。33っていう持ってるケースがあるんだけど、33って持ってそうですね、22もあるのかな、まあ、66もあるか、あもしかしたらあれ3万が3本視野に入れたから4万なのかもしれない。ウーパーマン引いた時に44って聞いたかったのかもしれない、うん、ほうほうほう、ぽくないですか。いやどうですかね、ちょっとサーキュッパーマン、山田がシャンポン、マチリアンピンとパーマン、もう山田はウーマン持ってきても1回は2万になるかもしれませんね。ね、さすがに2万出てる分、うん、山田さんはやめてますもんね。両ピンはあるのか、ここに1枚あって1枚ありますね。アキさんがウーピン引いたら両ピンになるの、どうですかね、両ピンになるかもしれないですね。パーピンが通ってますね、うん、ウーピンが1枚切れ、でもカンウーピンもあるからね、まあ、じゃあ難しいな。カンウーピンですか、カンウーピンだったらパーピンが残るんじゃないですか。あ、カンチーピンの、はい、あこれだ、あうわこれは止めようがない。いや山田ここは厳しい展開の、うん、この回もかなりハイパー悪かったんですけどね、うんうん、秋田がものすごいいい手でしたが、山田が追い越しての上がり、タンヤオドラさん7700、これで山田一気に原点まで戻ってきました。ヤッキさんがマイナスと、うん、そうですね、今日40、30ぐらい浮きたかったんでね、アキさんにとってはここのならない体ですね。うん、もちろん自分が上がればね7700ですからね、はい、そうですね、うん、もう降りる手はないんでしょうが、さあトンの3、失礼トンの4局、ドラは3層、親は山田、うわいい手だ、あらはかなり高ハイパイ、ドラもありました、フラッシュアーチャーか、トップ目シャーポンはできないよね、トップ目だと。うーん、山田も悪くないですね、シャー出ますがここは動かず、うん、ちょっとあまりにも形がまだ厳しいと、うん、さあ貫禄ピン入る、これなんかこの曲いけるなって感触ありますね、ローピン詰まった時ね、田村さんのは。いやいいシャンテン、もういいシャンテンですね、これドラも1枚ありますからね、4000オールまでありそうですね、うん、リーチって言いやすいツモがね欲しいですもんね、例えばまあチーソーですか、まずはチーソーか、はい、現状はパーピンが一番嬉しい、そうですね、なんだろう、受けリーチもあるのかな、ローソー引きと、ローソー引きはないか、チーソー1枚出てますもんね、うーん、どうです、ちょっとなさそうですか、いやわかんない、ローソー引きのリーチもあるんじゃないですか、うん、7打点でリーチタイヤドライチの受け、はいはい、本ローチートいいシャンテン、うん、珍しい、チューンは2枚だからポンはないってことですか、はい、いいピンとなんと吐く、いやーら高ハイパイでしたがちょっと手が全然進んでいない、これは逆に山田とは対照的に嫌な感じか、秋はチートイツいいシャンテン、さあ重なりをどこに求めるか、急走はつもぎり、
難しいな。チートやってるけどチートイがいるなって感じですもんね、アキさんから見るとね。うん、らしくのチートイツに見えるか可能性高いですからね。あ、イーマンフリテンですがローマンの方のこれいいじゃないですか。いいですね、シソかスーピンかといったところ、うん、もうこれ安全度で切りますか、それともまだ伸びを見たいですか。伸び見たいですけどね、僕スーピン切りそうかな。チーソー、チーソーの伸びの方がよく見えるっていうことですか。うん、重なりかな。あ、重なりですか。うん、で2ピン来ても別に2差しのまだあるし、はい、っていうふうに見ちゃうかもしれない。ただね、マンズが頭になった時にピンズ待ちになるからっていうのもあるんで、 5% の闇天リアルが、うわー本当だ、山田ここは闇天ですね。うん、捨て牌が派手なフラッシュ君照準してますね。リーするとね打牌選択されちゃうんで、はい、このまま闇天でいればスッと出てくるんじゃないかと。うん、まあ、山田も捨て牌はかなり落ち着いた状況ですもんね。うん、刺し子の含み小そぎです。うわ、天敗 だ白短期は地獄短期、うん、気まぎれ。いや、これリャンウーマンは、まあ、薄いな。リャンウーマン薄いですね。ウーマンゼロですね。リャンウーマンもだってバニ2枚切れててここに1枚1枚か、残り1枚相当白も残り1枚1対1。あらからリャンウーマンが打たれるケースはかなりなさそうですもんね。さあ、秋これでメンツでも見えるが、ロッキーマンフリテン、チーマンはつもぎり。天敗だ。天敗だ。イースーソーの闇天。イースーソーは2枚ずつ持たれてて、うん、1枚ずつだ、残り2枚、これも多いとは言えない。あー、スーソーだ。ここでリーチに行くが、上がりはアラです。単品ドラ1、3900の上がり。3人が大物手でしたが、うん、ここはアラの上がりとなりました。あら、3人1枚でも打たせない方が手があったかなっていう感じですか、山田さんの最後、ね、リーチいってればっていうことですよね。うん、悔しそうな顔してましたもんね。うん、さあ、難入です。難の一曲、親はあら、ドラはチーマンです。あらが今日はいいですね。うん、20、30か。はい、まあ、4節で100ポイント、うん、1節30、まあ、25ずつですが、30はまあ一つの境界ラインになりそうです。うん、今日大きく買っておけば次のね勝ち分がちょっと減らせるかと。うん、じゃあ次は20ぐらいでいいかなとかあるんで、はい、勝てる時にいっぱい買った方が、うん、今日はちょっとまだポイント伸ばせるなら伸ばしておきたいなっていうところですよね。うん、ただマイナスできないっていう葛藤もあるんでね、マラさん。難しいですね。そうですね。これね、うん、やっぱりポイントをほらあるとよくその選択肢がね、なんとかあるじゃないですか。はい、うん、増える。はい、まあ、ないとやっぱり選択肢が少ないですよね。うん、さあ、山田は想像が伸びてきた。あらはマンズで両面ターツができる。ドラがチーマン、ここはカンウソーに手をかけます。ローソー切り、これでリアンシャンテンですか。そうですね、6、7、8を見た。
ドラ8今どうするんですか。換算ピンを払う、まあ、ここだけ解消できれば残った形は、うん、手の形には不満はなさそうですね。そうですね、うん、何切るかな。パーソーとかもあったりしますか。パーソーとかも切っちゃいそうですよね、うん、頭候補のパーソーですもんね。そうですね、頭はいつでもいいよって言って、あと6、7、8も一応あるってことですか、うん、でも6、8の場合は6、7、8の場合は、はい、イペコ崩れちゃいますからね。崩れますね。いいシャンテン、さあいいシャンテンで数層打ち、ラシもいいシャンテン、休め引き、ドラがこれで使いやすくなった秋ですが、まだここはちょっと目いっぱいには構えない。うーん、形決めたい、これジャンプを探ってる間ですか、うん、あれや、イーソーが1枚切れ、数層が1枚切れ、リャンソーは山田の目から3枚見えてるんですよ。単品ってこと？だってイーマンですよ残ったの。まあ、今か言いそうが相当悪いだろうっていう判断ですよね。おそらくイーマン残した、うん、スースーは引いたよ、まあ、これは大丈夫なんですよ一応。いいペーコは崩れますけど、うん、ローマン短期ですか、単位屋を、なんだろう、あ、ローマン短期なの、はい、今これですよね、ウッパーピン、結果よしだけど打点は下がったと、イーペーコーが1個紛失してますね、うん、特に親の荒に安全とかっていうわけでもないですよね、うん、今はもういつもいない、ドラよ、相撲切り、うん、ずれちゃいましたね想定と、うん、まあ山田のことですからミスっていうことはないと思いますが、なんか意味があってやってるんでしょうけどね、はい、それでサブロー急走、ここはどうするか、サブロー急走そんなに良くないもんね。ああそれでもそうしましたね、サブロー急走ですよね、うん、荒野捨て牌にサブロー急走が都合4枚打たれてますね、で6がなくて、わかんないです出ましたね、うん、わかんない、あ、すんぞ、単野ですね、1300の上がりとなります。一応でも上がり気はあれだけですかね、ウッパーピンは合わせられたウッパーピンですもんね、うん、リアパーソンは上がってないんで、なるほど、うん、結果からすると1本しかない上がりを取り切っ、まあ、ここまでの中では取り切ったということになるんでしょうか、うん、ただまあ本人多分イメージちょっと違うと思ったんですけどね、まあ、6万をなんとか生かしたいんだろうなというような印象はありましたが、うんうんうん、1万どころですよね、だからね、あ、そうですね、うんうん、サナンの2曲です。ドラはイソ、こちらは秋の手配はチュンガトイツ、山田は何やろ、すごいぞ、シャアが直ぜ、いきなり出たが動いていく、シャアは直ぜですね、はい、イーシャンテンではない、リアンシャンテンか、はい、あらはピンズが多い、おお。一応古橋これじゃあきついかな、トントイツ、マンズの一色は見ているか、
これで、ああまだこれ一色一本っていうわけではないです か、ま、かそうですね、椅子小さな数字持ってきた時にいくのかな。うん、先にピンズでメンツができたりしたらその時はもうかわしてで終わりにしようと。原さんは一色の方が意識強そうですね。原さんも仕掛けもありますかね。 E ピンだとか、あこういうの9ピンとか、9ピンは動かず、動かず、ソーズだ。これは一層本いつまで行く。1000点上がってもね、3万点維持するのは大変ですからね。うん、さあ古橋はこれでトンがんこになる。これまだ可能性相当ありますね、古橋くんの。いやこれポン嫌いましたか。白難発残しましたね、全てションパイ。ポンされるのをじゃないんですかね、ちょっと分かんないですけど。頭いいシャンテンだ。何ですか、イーペーコと一応8万ピンフですもんね。はい、泣いた。フラッシュとは対照的に自敗を投げていく。あら、お白チュンが重なったぞ。うん、ただちょっと攻めづらいですね。ソーズ、下茶の山田が明らかにソーズが高い。親は古橋くん、そうですね、チーソー切る手はあるよね。でもね、切りましたね、古橋くん親だし。これはカンチーソーでチーですか。やっぱそうですか。インシャンテンソーズはまだバラしてないと。あでも数層が下がった。お、マンズが来たぞ。古橋ドラ、いやこれ数層、おまだ切った。これで3面待ちだ。これでフラッシュはちょっとさすがに困ったという表情か。うん、イースルソーリアンソー、何しろ字が怖い。おっとイーシャンテン3項含み、字は8000から1万2000まで、あのねシャンポン構えられたらいいもん。いきますか。ったもうここはトップ落ちも辞さずと。うん、秋さんね吐く動けないしね。あすごい今の初いいですね。フラッシュですね。うん、はい、あ初はそっか、アキさん統一じゃないんだ、ハクが統一か。アキはもう受けた。リャンゾーがね、はい、2-1 だともう相当打てないし。フラッシュ想像を引く前にテンパイまでたどり着きたい。今あたり引けると嬉しいが、リャンマンだ、今リャンマンでしょ。いや見てんでしょ、リーチ考えてるのかな。トン面本積もって3アンコ、まあ白は怖いけどもう打つ牌だもんね。いきます。うわ当たり牌、当たり牌、まあ当たんでしょ。打った、古橋の上がりです。面本トン12000、いやトンバでの8000に続き秋がちょっと失点が目立っている3回戦、うん、持ち点は8500点まで落ち込んでいる。ちょっと意外でしたね。うん、白の間だったのかもしれないけど、おそらくちょっとそんな感じはしますね。白はね、危険かどうかの間ですからね。うん、フラッシュさんのね、打ったらね、あの山田さんに、ま、マンガンからの牌出すから。うん、白を評価したら1万は打たない方がいいかな。はい、さあドラはウーマンです。いや古橋これかなり戻ってきましたね。戻った。はい、17のプラスに順位点が入ると25ポイントのほどの、うん、まあ、このまま終わればですがプラスポイント。そうそう、うん、今の1万2000はかなり大きく感じます。大きかったし多分すげえ嬉しかった。はい、これでもう一度平常心で、うん、でもあのファンパイ2つ打ったのはすごい偉いと思いますけどね。偉いって偉そうに言うのもなんですけど、うん、怖いですもんね。そうですね、もうちょっとある意味では開き直ったかもしれないですね、うん、開き直った、
いや、でもほらマイナス40で抑えたいっていう葛藤はある、はい、しかも3万5000点だから、うん、プラスで回れるかもしれないじゃないですか、あそこ一発、はい、あそこで打つと、はい、今日もういくつ負けるか分かんないっていう、うん、多分古橋君がね、パッと見はもうあれね、それしかないじゃんみたいに見えるけど、はい、相当視線をくぐり抜けたと言ってもいいかもしれませんね、うん、覚悟した一打だったと思いますよ、うん、打てるかな、打たないかもしれないな、分かんないな、打てます、打ったらもう本当に今年落ちちゃうよぐらい、打たないでしょうね、打てないか、打てない、打てない、なかなか3万5000持ち、うん、うん、打てないっぽいですね、打てない気がします、実際に座ってないとね、はい、見てれば簡単だけどね、あれ難しいよな、頑張ってほしいです、うん、さあら、お、秋はいいとこ引きましたね、これで6、7、8のいいシャンテン、うん、形決めましたか、うん、そうですね、うん、カンチーマンとウッパービーのいいシャンテン、うん、山田もソーズが、ソーズの本一に向かう、秋さんプラス今日の受け返しちゃった感じ、あ、なるほどですか、ちょっとこれはすごい痛い ね、お、リャンシャンテン何もシャアもペイも1枚ずつ番に打たれている、これはこのチュンもションパイです、残してパーマン、なんか結構みんな手になってないからね、古橋くんチャンスなんだけど、ちょっと、うん、8万、チュン8万じゃない、チュンチュンか、10万、9だけでしょだってロス、そうですね、おー、ここは初9層2枚切れってことか、2枚切れ、うん、まあ、でもこれはでも相手にね、この順目でチュンチュンですからね、うん、まあ、驚異的には映るでしょう、アラがアイシャンテンですが、マンズの7とか打ちづらいですよね、数層か、数層ですね、ちょっと数層ですか、ちょっと遠い筋で形になったら7万勝負と、うん、おー、受けましたか、2杯目は親に対して打たないと、ドラ8万じゃない、9万4枚目も打たれたんでしょ、4枚見えましたね、うん、はい、ここはパーマン、うん、ここで安牌のチューンを使います、まだの欲しい試合が全然出てきませんね、あ、そうですね、誰も持ってないもんね、はい、でも1枚1枚1枚ですもんね、そう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 、さあフラッシュテンパイできるか、できない、あと1回、アキさんはもうダメですか、あと1回か、ありますからね、ただここでやめ、あれまおっと、これは最後までテンパイを取りに行く、うん、ペイだ、ペイは出なさそう、出たら凡点です、あ、でも古橋君に対して打つ牌もないのか、パーソンになります、3ピン、筋の3ピンだ、うん、脳天だ、うん、脳天だ、9ピンはいけるでしょ、
より安全なのってことか。まあ、そうですね、最後ですからね、うんキューピンになるか。あれこれ履いてで転廃するかもしれないな。せずせず。さあこれで流局です。何の2局は全員の点で流局、うん、まあ、親押しとはなりましたが、古橋大きな1万2000で持ち点を4万7000点まで上げています、うん、まあ別に失敗もなかったんでね、この局に関してはね、全員の点で、はい、まあしょうがないかなといったところですか、うん、それよしって感じに見えますね、うん、ドラブ連想です。ここさばきたい。秋の浮上を許したくないっていうことですか。うん、さばきたい、うん、さあこちらが古橋ソーツで一メンツ。秋も悪くないですね。6、7、8がはっきりと見えている。パーソーさえ切ってしまえばすぐに6、7、8はもう完成する。さあブラシャ絶好のレアマン、手を広げるか。原も7、8、9が遠くに見えます、うん、G はないよね、原さんはね。原さんはないな。 G ですか、うん、7と7どうなんでしょうか。うん、やる時もあるよね、うん、柴田さんどうですか。どうかな。いや、やらないか。まだないですか。まだ劣勢じゃないからやらないか、うん、1枚引いたらやりますけどね、うん、リアンシャンテンはやらないですか、うんうん、はい、リアンシャンテンはやらないかな。まあチーする理由は親落としであって、はい、自分が仕掛けたことによって、うん、あの親以外の2人誰かが引いちゃうのをあまり望んでない、うんうんうん、自分の仕掛けに反応されて一体親と一体になっちゃう可能性があると。そうですね、だったらチー点までは頑張りたいっていうことですね、うん、他の手もあの他の2人も生かしながら手を進めるっていう、うんうんうん、なるほど。早く進め仕掛けることだけが仕掛ければいいっていうわけでもないっていうことですね、うんうん、フラッシュはピンフのイーシャンテン。秋はどうするか。タンヤオか、それともまずはチーソードラワリアンソーです。さあこれで両面2つ、うん、急走しますか。急走切り、ね、お、やっぱりどうすんのこれ。あー、リーチった。リアンソー引ければ3球オール、うん、このリアンソーが山に3枚、今1枚山に来た、残り2枚ある。いやあらは上回ってる。すぐやめますか。スーピン3ピンか。山田はドラドラになりました。打点的にはかなり見合う状況、うん、2万引いたらどうするかとかもありますよね。うん、いやまあこれは致し方ないか。現物の4、3と切って迂回、イーシャンテンはキープ。うわ今行った。でも5万引いたら今度ね、今度は単品だからリアンソー打ちそうですね、うん、その前にソーズがね、ウーソーなりサンゾーなり来てくれればいいですけど、はい、行きたくなっちゃうよねこれね。単品は現物、あリアンソー、これでリアンソーがあと1枚、これ打てないでしょフラッシュ君。まあ、山田もちょっと押してきてますしね。じゃあチーソーにしますか。
6、うん、3万どう打ちますか。うん、3万3万まだウッパーマン引いたら勝負の構えですかね。うん、あとは順目との兼ね合いもありそうです。次はいかなそうですけどね。これ4万通っちゃったんで、泣いて7って考えてましたか。ここでもう引きましたもんね。そうですね。で4、2と粘りますか。カウマ、あれ違うんだ。あ、そっか、そうなんか4、2と粘りますね。さあ、木の町の関連層は残り山に1枚ある。引ければ打点十分の3900オール、うん、すでに対応。古橋ももうやめている。カウン、あ、そうか、7万勝負するカウンマンで泣いた方がリャンゾンの三蔵スーソのくっつきあるなと思ったんですよね。カウンマンでチーしてだからあの2万がなくて6777に構えるかなと思ったんですよね。でも7も一応筋で勝負するかしないか、はい、うん、だからそうすると数層チーして換算ゾーンだったでしょう。そうするとローマンとレアンマンを打つってことですよね。あ、そう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 、はい、で それが打ちづらかったってことですよね、うん、きっとで。それはそうですね、うん、まあ、まずは補充しないようにっていうのが一番だったんでしょうね、うん、だったんでしょうね。さあ、ここは秋の一人天敗で流局となりました。親の連チャンです。南の3局3ボンバ教託のリーチ棒も1本あります。ドラは3万。さあ、注目のハイパイはどうだ。こちら、うーん、お、なんだこれは、いいぞ、いいシャンテンかな、うん、こちら古橋はソーズで一メンツ、秋はキューピンがあんこ、山田はすでにポンテンのかかるイーシャンテン、うん、ポンですか。どうでしょうか。一応2000点上がって3万1000点、はい、3万2000ぐらいか。そうですね、2900だから、そっか。じゃあ泣きますか。うん、変化も聞きますしね。そうですね、ドラ重なりなんかもありそうではあります。ポンして取らないっていうのはあったりするんですか。例えばイーマン切ってとか あるかも、ヒロさんだったらあるかもしれない、うん、僕大体取っちゃうんで、はい、そうですね。おっと、天敗ですね。これ1切りたくない。切りたい、切りましたね。リーチって言いたい形ね、形、うん、これでピンズの上なんかがひくれば変則三面も、うん、こうなってチューンどうですか。これチューンちょっと泣かないですね。1枚目はちょっとやめとこうかなと、うん、ね、まあ、マンズの三面待ちやり安面でもいいですし、うん、ウーピンとか引いたらどうさ、これどうすんの。チューン、これさ、チューンじゃない。これ僕チューン切るな、一気に勝負手に、うん、チューンポン手の2000点の手でしたが、この手を一気に勝負手まで釣り上げるか。あ、ちょっと今精査してますね。チーピンを切ればリーチ、あー、ここはリーチに踏み込んだ。なんだろう、待ちはチーマンです。ん、だ、ナンがあんこになって現れ、暗面2つのイーシャンテン。なんかピンズ後からどうにもなりそうだからね、チューン切っちゃうっていう。あ、テンパイですね。リャンウピン現物待ち、ここはナンドライチの闇点が入ります。あら、これ買わせたら大きいような気もする、うん、
トップまでの狙えそう。対し逆に振り込んでしまうとトップ争いからはちょっと脱落してしまう、うん、結構いくんじゃないですかこれ。キューピンもいく、うん、リャンウーピンはリャンピンが場に2枚切れ。あんまりこういうの降りたことないな、うん、あこれウーピン危ないかな。ウーピンだ、アラの上がり。なんドラ1 2600の3本場3500の強卓が2本ですね、うん、これ結構大きいですね。大きい。トップまで見えますよ。さあそして3回戦は何の4局オーラスを迎えることとなります。親は山田、トップに立つのは古橋46100点、追う荒が39600点。秋は大きく離された7000点持ちとなっている。親は27300点持ちの山田、ドラはローピンです。さあどうだ。んーやや苦しいハイパイを手にしたのは親の山田です。続いてアラ、トップ目の古橋までは6500点差、1326で同点と。ドラドラですかね。アラさんちょっと今手隠れて見えなかったですが、ドラはローピンです、うん。秋は純ちゃん、ちゃんた系の手配。さあ、アラの手配の全貌が明らかになった。ドラのローピンが統一。こちらが古橋、逃げ切りたい。手配は目いっぱい広げている。わあ、え、ひねる。数層打ち。数層ですよ、ね。ピンズの伸びをまず見たってことですよね。単葉合わせんの？言いそうか9万かっていう感じですか。あるいはいいピン、うん、え、なんでだろうね。一平子になった時に三蔵が狙い目にするってこと。どうなんですかね、わかんないですか。はい、そのあたりを解説しに来ていただいてるんですけどいやいや僕はあの伝えるだけなんで。同郷でもわかんないですか。わかんないです、わかんないです。こうなるとちょっとね、残党が最後もう一回振り返るようだと数層落としが痛いですもんね、うん。でも現状まだうまくいってますもんね、まあ、ロスはないですよね、うん、数層位層落としても形は同じですからね。単葉になる可能性が少し減っているね。単葉位層統一落としてかけるなら位層かなと思ったんですけど、うん、数層何が理由で、なんだろう、悪いこと考えたのかもしれない。出上がりをしやすくした。でもリーチは打たないよね。打ちづらい状況ですよ ね。2万7000点の人がね、うん、なんか何でも来そうだからね。リーチって言ったら ね役ないんでしょみたいなさ、うん、俺4着落ちは結構なさそうだしと、うん、さあ山田これは絶好のローマン引き。ここはパーピンを切っていく。手配は目いっぱいです。あ、アラは仕掛けて出た。ここはとにかくまずはしっかり2着そして浮きをキープしたいと、うん、直撃などが取れるようであれば逆転まである。そうですね、あとここのパワーピンで動かないと、はい、次のウーパーピンはもう動けなくなっちゃうじゃないですか。今場に3枚目のウーパーピンでしたね、うん、2枚目あ表示牌入れてか、はい、うん、まあ喜んで泣いたというわけではないってことですね、うん、そうね。うわー来た、何切るパーソですね。でも4万でそうだね、ヒロさんからね、うん、4万がもう今アラの超ネックですからね、うん、場に1枚だから最後の4万を持ってるんだ。古橋くんに1枚、あ、なるほど、山田さん2枚、はい、うん、あ、何後も考えたい手なんで、うん、9万さすがですだったら数層残しとけようと思うけどいや、まあ、こうなった時がね、うん、数層と位相が逆が痛いですよね。単葉のね、はい、2回統一落としするんだったら、うん、そこの渡り見とけば、例えばこれでもう本当に痛くなっちゃいましたね、うん、四五郎の想図が。
一面つろすした格好。山田もちょっと足踏み。ナントンは共に安全そうにも見える。まずはナン。イソ？いやイソは使わないんじゃないですか。ただ残機打てないのか。え、でも打ってもいいでしょ。アラに打っちゃまずいんですよ。トップがね、はい、トップは落ちてもいいってことですか。うん、ツーピンポン。山田が仕掛けてイシャンテン。いやもうこれこれね、精神状態結構フラッシュ良くないパターンだよね。良くない、うん、守りたいんだか攻めたいんだか、ね、うん、荒さんに通りそうとかそういう感じで、で、うん、山田さんが動いちゃって、はい、望んでもないことが起きてる感じですよね、うん、だって E ピンは共通安牌でしょ、フラッシュ君の目から見て。そうですね。で E 層もほぼ共通安牌に見えてますよね。はい。でその3枚残して数ピンを打つ、うん、はい、うん、多分もう数層打った時からそうなんでしょうね、うん、おそらくは。はい、そうかなとは思ったんですが、まあここは自力で決める手ではないという判断を敷いたってことですね、うん、3巡目に。ただ数ピンピンって切るんだったら上がる手を残してよって多分、うん、前の人は思うんですけどね。これいいそうですか。7万、あ、ちょっと分かんないな。もうチーマンはアラが切ってて、アラさんがってるからヒロさんにも通ってるのか。そうか、そうですね、手出し入ってませんからね。ドラそば、まあ、警戒するべきは山田だとは思いますが、うん、スーピンポン感知ピンはあるかないかぐらいですね。パーピン先打ちして、うん、あ、リースノーピンだって。うん、流局は良しでしょうけどね。はい、ちょっとテンパしそうだもんな。あ、 これここでもう取りますか。一回急走でテンパイ取らずしてるんですけど、うん、もう順目がちょっと深くなってきてるんですよね、うんうん、あ、4万は、あれ4万、数万と数層を比べて荒に仕掛けづらいのが数層、数万という考えですよね、うん、ここでパーソー、荒はウッパーピン、これが荒の当たり牌。もう秋も降りている。山田は形式転敗。あれは背底だな。背底あるのかな。 1,2,3,4,5,6 ある、ね、あるな。すそカウンソか。あ、でも打ちづらいんだ、パーソーだもんね。もう行きましたね、チーソー切り。すごい切りづらいね、うん、すごい切りづらい、すごい切りづらい牌だね、はい、山田荒の2人転敗で流局。これでトップ古橋と荒の点差がまたわずかに縮まる。山田も原点復帰まであとわずか。さあ何の4局は一本場です。フラフラだろうね、うん、古橋君はね。さあドラはリャンピンです。ん、山田白統一、あれチートイかな。あ、9さん、チーさんこか、うん、チーさんこで統一手でしょ。はい、これは仕掛けもありそうですね。アラがダブナン統一。悪い、アキさんはドラドラ、うん、山田仕掛ければ早そうだね。はい、面前だととんでもなく高そうに見えるしね。うん、
現状秋さんだけだね、勝負になりそうなのね。そうですね、打点も、あー来た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 、白は、白一枚目いくか、泣くな、うん、泣きそうな気がする。うん、嬉しいんだか嬉しくないんだか分かんない。とりあえずそうか。おっとドラだ。こうすると一回する泣かないで一回ツも何持ってくるか見てみる手もありますよね。春ツができてもいいしという感じですか、うん、さああらはダブなんですからドラ1ありますし、いいですね、うん、これは泣きますよダブなんね、うん、あの頭なくしちゃうんですけど、はい、リーチ打たないで済むとかいろいろあるんで、うん、もうポン言った時点でトップへの、まあ、トップにどうしてもこだわりたいという場面ではないと思うんですが、もうトップにはなりますね、うん、1枚目から行きましたね。これはメンツ選択両面切りそうな気がするんだけどな。おお、すごい。よくわかりましたね。いやわかんない、あのトイトイの含みを残したのかなと、ね、うん、9ピンとしては1枚ずつ切れてますけどね。そうなんですよね、うん、いや自敗切りにくい、切りにくいと思うんですよ。熱いションパイですよ、うん、これはいいシャンテンですもんね。自分で上がりを取りに行ったか、ピンフのいいシャンテン、ドラもありませんがフラッシュここは前に出る、うん、痛い痛い、ポンテンかかる形になったぞ。テンパイまで出ない何なのか、それとも今切る手もあるよね。ロンは嫌だと、今切った、これがアラに逆転のテンパイを入れる。何切りとなる、待ちわりアンウソ、テンパイ一番乗りはアラマサヨシ。変化狙いで今何切ったの、ロンが嫌っていうわけじゃないですね。ターツの変化を望んだってことです。そうそうそう、例えばこれ、うんうん、古橋君のね、そう立てる言い方だと多分そうですよ。なるほど、うん、愚形を、うん、愚形を解消したかったっていう意味合いが強いですか。あとドラ受けとか、うん、あでもトイトイ遅いかもしれないな。あらのツモ上がりだダブナンドラ1、1000、2000の一本場、1100、2100のツモ上がりで、あら正義オーラス逆転に成功。さあ3回戦のトップからあら、続いて古橋、山田、二階堂、秋の並びで終了しました。はい、続いて4回戦です。